ステージチャンプは日本の競争馬。中央競馬で長距離戦の名脇役として活躍した。母は重賞5勝のダイナアクトレス。半妹に札幌3歳、ステークス、フェアリーステークスを買ったプライムステージがいる。バレエは急表記とする。ステージチャンプは父がポストノーザンテイストの呼び声が高かったリアル車内、母が1980年代に G.I. 戦線で活躍し、毎日王冠刀を制したダイナアクトレスで、さらに初語であったこともあって、両決馬としてデビュー前から注目されていた。3歳11月、東京競馬場でデビュー。初勝利は3戦目、エビダマサヨシとのコンビで挑んだ、中山競馬場でのダート戦2 0 0メートルの未勝利戦だった。明けて4歳になると、ステージチャンプは、 サツキ賞トライアルの弥生賞で3着に入り、サツキ賞の出走権を獲得。一番人気に押されたスプリングステークスでは6着となり、一勝馬のみでサツキ賞に挑むことになった。サツキ賞では最後の直線でガレオンに進路を妨害されてしまい、成り立たいの7着に敗れた。サツキ賞後、ステージチャンプはダービーの出走権をかけて中1周で、 青葉賞に出走。見事一着となり、ダービーの優先出走権を獲得した。だが、日本ダービーでは終始中断のまま、ウィニングチケットの9着に敗れた。秋は、京都新聞杯から復帰したが6着に終わり、菊花賞に向けて不安を残した。この時、安状をエビナから見ない勝美にスイッチしている。京都新聞杯で、凡走したこともあって、 キッカ賞では9番人気だった。だが、レースでは勝ったビワハヤヒデには5馬審査をつけられたものの、日本ダービーはウイニングチケットとの競り合いを制し、2着と、構想した。1994年、5歳になったステージチャンプは、岡部幸雄の騎場で、金牌、AJC バイ、メグロ記念と3戦連続で1番人気になるも、金牌は2着、AJC バイは3着。 メグロ記念は4着と前線しても勝てなかった。日経賞では4番人気だったが、1993年の春の天皇賞馬、ライスシャワーとの叩き合いを制して、初重賞制覇を遂げた。天皇賞では、岡部が美和早秀の主戦だったため、安状が未来に戻ったが、町金かねタンホイザと同着の五着に終わった。その後、ステージチャンプは宝塚記念を発着。 毎日王冠10着、天皇賞13着、アルゼンチン共和国杯3着、ステイヤーズステークス3着と、5戦下が一つも勝てず、この年は未勝利に終わった。ちなみに、アルゼンチン共和国杯から、安城はエビダーマッサイヨシに戻っている。6歳になった、ステージチャンプは前年と同じくローテーションを歩んだ。ものの、金杯は6着、AJC 倍は3着。 メグロ記念は8着と奔走する。しかし、日経賞2着を経て挑んだ天皇賞では今までのステージチャンプからは考えられない強烈な追い込みを見せる。安城のエビナは差し切ったと思いガッツポーズをしたが結果はライスシャワーに花さ届かずの2着であった。秋は京都大賞店から復帰したが6着、天皇賞は距離不適で13着に敗れるが、 アルゼンチン共和国媒で2着になって復調し、年末のステイヤーズステークスで待望の重賞2勝目を挙げた。その後、有馬記念出走を目指していたが調教中に骨折し、休養に入った。半年の休養の後、ステージチャンプは宝塚記念の前哨戦として施行された芝2500メートルのオープン特別エメラルドステークスで復帰した。 レースでは6 1ラムの国領を背負いながら、半身の坂を猛然と追い込んで2着に入り、健在ぶりをアピールした。しかし、宝塚記念直前に、屈腱炎を発症し、再び長期休養を容疑なくされた。およそ10ヶ月の休養を経て、8歳になったステージチャンプは、天皇賞で復帰した。天皇賞では優勝した、マヤノトップガン、2着サクラローレル、3着。 マーベラスサンデーに次ぐ4着と検討した。しかし、宝塚記念を目指して調教していた最中に、再び骨折し、3度目の長期休養に入った。年が明けて9歳になった、ステージチャンプは1998年2月に復帰を、期して、再び美穂に入級したが、天皇賞を目指しての追い切り中に、再び屈腱炎を発症。ついに引退した。 ステージチャンプは予決場だったが、リアル社大3区のステイヤーだったため、主ュ場としてのオファーがなく、主ュ場にはなれず、ノーザンホースパークで乗馬となった。足元が極度に弱いことからしばらくは乗馬としての状況も行われず、悠々自適の生活を送っていたが、2002年に馬術競技場としてデビューした。2004年に競技場から引退した、ステージチャンプはノーザンホースパークを離れ、 2009年まで秋田県の角野立高等学校でつなぎをされていた。ステージキャンプは北海道に戻り余生を過ごしていたが2020年2月7日に死亡した。母ダイナアクトレスは重傷5勝半妹プライムステージは重傷2勝その子アブソリュートは東京新聞配がち。追い丸カラスカルは中山大障害を同じく老いのスクリーンヒーローは ジャパンカップやアルゼンチン共和国倍を買っている。ありがとうございます。